四国八十八カ所令場の第七十一番札書イアダニ谷寺の運営する英体、供養英体供養とは、数世代にわたる比較的長期の年月をかけて死者を供養する行為を指す。本来は、死死孫存の代まで先祖を祭り供養する宗教行為を指していたが、現代では多くが望遠業者や寺院の営業用語として使われることが多い。 広告に英体供養を歌う者が多いが、英体という言葉の使用による誤解からトラブルが発生する恐れが多い。実際には10回期、30回期や50回期までといった内期がある場合や墓を継承すべき子孫が改修などで段下をやめるなどして信仰を離れた場合は、英体供養の契約が破棄されることが定められている場合が多く、言葉通りの英体ではない。 また、霊園の倒産、寺院の廃止などにより墓が消滅に追い込まれることもあり、この永代も保障されるわけではない。イアダニデラの運営する永代供養永代供養とは、寺院が永代にわたり供養することを言う。起源は定かではないが、江戸時代に書かれた永代大帳が多くの寺院で見受けられることから、永代供養が古くから行われていたことがわかっている。 また、同じく、江戸時代に設けられた、檀家制度も、旦那寺の維持に、その都度務めることを条件に、檀家の供養を寺院が行うという点で、永代供養をお願いしていることになるが、檀家制度が寺院を保持するため、近隣を対象としたのに対し、永代供養では地域に関係なく、信仰により供養がされたため、檀家制度のように寺院の維持に、その都度務めるということができず、 それゆえに最初にまとまった志ともを収めるようになり、それが今日の永代供養の原型になったのではないかと考えられる。そのため、古来より永代供養が行われた寺院は、信者寺と呼ばれる段下を持たない寺院に多く見られる。近年では各家族家などの事情により、段下寺でも永代供養を行う寺院が増えており、本来の段下制度と、 英体供養の垣根が曖昧な形になっており、葬式仏教と揶揄される原因の一つにもなっている。供養する子孫が途絶えた墓石が積み上げられた墓地近年、少子高齢化の進行により、生前より英体供養を希望する中高年が増えている。墓や信仰を継承する子孫がおらず、死後の供養が期待できない人のために、その遺骨や遺廃を境内の共同墓地に合祀し、 寺員の存続する限り僧侶が定期的に共同墓地を保守管理することを永代供養と定義する寺員もある。無縁社会という言葉が流行語となり年間3万2000人が無縁死すると言われる無縁社会にあって無縁ビジネスの一つである永代供養ビジネスもにわかに活況を帯びてきている。浄土新州では永代業と呼ばれる法要が行われる。 英体とつくため英体供養と混同される場合もあるが、その意味合いは全く異なる。そもそも浄土新宗は、個人は阿弥陀如来の本願力により、速やかに極楽浄土へ往生するという競技場、遺族が個人に追善供養を行う習慣がない。英体にわたり、経典の教えが伝えるために、あくまで生きている人間が仏法を聞くための機会として、 法要を取り行うのが永代行の意義である。ありがとうございます。